まあ、しっかりつなぐスタイルでもありますから、はい、ミチベチ右のサイドハーフ中長澤落としてシュート先制吉尾2試合連続のゴール前節はプロ初ゴールそして今日は名古屋相手に先制のゴールを奪ってきました仙台が先制ゴールを決めましたこれ右サイドからいい縦パスが入りましたけどね道口が縦に仕掛けますあシュートでしたね、はい、そうですねこっから、まあ、シュート性のクロスをうまく、ね、中澤選手が溜めて中澤選手の良さが出ましたよね、まあ、思いっきりのいいシュートから、まあ、しっかり関わってね強さがね行きましたよね中澤選手はね、まあ、迷うことなく右足振りできましたね